理科女子大学校は、ソウル特別市西大門区理科女大道52に本部を置く大韓民国の私立大学である。1945年に設置された。源流は1887年、朝鮮大韓帝国で最初に創設された女学校、理科学堂。大韓民国で最初に誕生した女子大学であり、ミッション系で新村地区に所在。 1996年には世界の女子大学の中で初めて工学部を設立した。女子大学としては世界最大規模で人文、社会科学をはじめ自然科学、工学、医学、薬学などを網羅する総合大学。学部生、大学院生を合わせて約2万人が学んでいる。海外39カ国312大学を含め、 韓国国内の他大学との単位互換制度もある。16カ国126教育研究機関との間で交流提携を結んでいる。初代総長はアメリカに留学し、韓国人女性として初めて博士号を取得した金葛蘭。現総長は金恵宿大学の略称は梨大など。12の短歌大学がある。次の大学院が設置されている。など。 なお、同じ源流の理科女子高等学校と直接の関係はない。世界キリスト教統一心霊教会に学内の教授や女子学生など多数が入信し、そのうちの十数名が免職、退学処分となった事件。この事件をきっかけに統一教会の実態が一気に明るみに出た理科女子大学事件とも呼ばれる。1955年3月24日。 統一協会に入信し、大学当局の警告にも従わなかった教授、助教授5名が免職処分となる。統一協会は当時から韓国社会で熱心に布教活動を進めており、信者は社会エリート層にも深く浸透していた。大学内にも信者サークルが結成され、 信者の教授が学生を積極的に勧誘するなどして、韓国社会でも問題化されていた。特にミッション系大学である理科大当局はこの事態を重く見て、調査を行っていたが、同年5月11日には14名の学生を退学処分にした。強行手段を取った大学当局に対して、当初マスコミや市民からは憲法で保障される、 信教の自由に反するとの批判が向けられたが、退学処分を受けた女子学生のうち数名が文鮮明と肉体関係を持っていたのではという噂が広まり、批判の矛先は一気に統一教会とその教祖である文鮮明に向けられた。シンソンには、梨大の他に四世代学校、公益大学校などもあって、学生外となっている。また、理科の発音が、 中国語での理髪の発音と似ているため、中国では学校の正門で写真を撮れば金持ちになるとか娘が良い家に嫁げるという噂が広まり観光名所となっている。交流協定等を締結している主な日本の学術機関は以下の通り、ありがとうございます。